はい、じゃあよろしくお願いします。今回は、中学校1年生がテストが近いので、計算のルールをちょっとねまとめて説明しようと思います。じゃあいきなりですけども、まず、加法、これ読めるかな、大丈夫か。加法ですね、足し算のルールを確認します。まずは括弧がついてる計算の復習から例題出します。プラス4足すプラス5です。自分が持ってる生徒ほとんどがこの問題も解けると思いますけど、まず答えから。これがプラス9になります。で、これはどうやって判断するかというところが、括弧の中に注目してください。括弧の中が今ですね、ここプラスだね。で、こっちもプラスです。ここが同じものの時は、この4という数字と5という数字、これを両方とも足し算して、だから4と5を足すと9になります。なのでここは9になります。じゃあなぜこれがプラスか。これはですね、足し算の時プラスとプラス、プラスとプラスがくっつくとそのままプラスになります。これもルールとして覚えてください。では次です。今度さっきと同じです。プラス4足す、こっちの括弧変わります。マイナス5。この辺からちょっとね、つまずき始める子が出てきますので、こう確認します。これまず答えから。いいかい？わかるかい？考えてね。答え思いついた？いきます。答え、マイナス1になります。これをどうやってやるか。ここ注目してください。こっち側はですね、プラスです。ただ、今度こっちが、マイナスで、さっきとは違って、今度違うものが括弧の中に入ってます。これ逆でも同じです。マイナスとプラスでもね、違うものの時はここの数字、さっき足し算しましたね。でも今度は引き算、計算してください。で、引き算するときも大きい方から小さい方を引き算して、5-4で1になります。いいかな。で、ポイントはもう一個。じゃあ今度ここがマイナスになってますけど、これのルールです。今括弧の中プラス4マイナス5とありましたが、大きい数字に注目してください。大きい数字、今4と5なので当たり前ですけど、こっちの5の方が大きいです。ということで、こっちの方が大きい数についているマイナスが答えにそのままつきます。だからもしプラスの方が数字が大きかったら、もちろん答えはプラスホニャララという形になります。これが括弧がついた足し算のルールです。大丈夫ですか。まずここまで確認してください。大丈夫かな？じゃあ一回これを消します。で、今やったのが加法といって足し算でしたね。じゃあ次です。今度引き算。
日本語で言うと減る方と書いて減法と読みます。この言葉もテスト出やすいので覚えてください。いきます。じゃあ減法のルールですけども、まず問題です。カッコ、カッコプラス9、マイナス、カッコマイナス3、まあ、もちろん引くと読んでもいいですけど、この計算をするときに注目はですね、ここです。カッコの前に引き算があります。ここ、カッコの前に引き算があっちゃいけないんです。なので、勝手に変えます。どう変えるか。引き算やだなってことで、自分で足し算に変えてください。その代わり、この足し算にしちゃった代わりに、1個後ろのここです。ここの符号、このマイナスもプラスに変えなきゃいけない。一緒に変えてください。いいですか？これちょっと書いてみますね。ここの符号を同時に変える。これを覚えてください。よく間違うのが、変えるって覚えてんだよ、あ、変えなきゃって思ったんだけど、こっち側は前も変えちゃう子がいるんですけど、それは違います。必ず後ろ、ここをセットで変えてください。なので今問題が変わります。カッコプラス9足すカッコプラス3になりました。なのでここが足し算になったから、さっきの加法と同じルールになります。なのでプラスとプラスが足す、同じものを足し算するので9と3は足します。なので12、いいね、9と3を足して12です。でプラスとプラスをくっつけたら答えもプラスなのでプラス12と書いてください。これが減法のルールになります。ちなみにですけども、ちょっとこれ豆知識ですが、ここ答えプラス12とありますが、これプラスを書かないで12って答えを書いてももちろん OK です。プラスは書かなくても大丈夫なので、これはお好きな方で大丈夫でございます。いいですかね。これが減法のルールです。この後掛け算割り算もあるんですが、ひとまずここまで足し算引き算のルールをしっかり押さえて、勉強頑張ってください。では以上です。